Oh yeah. Hello everyone, call me here. I'm playing War Zero Chief 4 Ultimate now. Okay. Man, Hades. So, you show yourself your true colors now. Right. So, I think we better stop the King of Underworld, and I can't believe that he gained so much power under Yggdrasil. And good evening, Kareem. Okay, let's go. I'll be right back a sec. I gotta do something about my dogs. Okay. All right, I gotta change the. Athena, 兄弟力を合わせよう。 さあ、 親子で仲良く戦うとしよう。 All right. So for now, we're gonna do the side story quick. ゼウスが融合世界を生み出す前のことをラグナロクを生き抜いたオーディンは全世界を力で支配し滅びを免れようと画策していた。自母神ガイアはその不穏な気配をいち早く察知する。そんな折彼女のもとにアースガルズのロキが現れ、オーディンがオリンポス侵攻を企んでいることを告げた。事態を重く見たガイアは ペルセウスを呼び出し、ロキと共に調査に当たらせることにした。この出会いが二人の運命を決定づけることになるとも知らずに。ペルセウス、紹介するわ。この子はロキ、アースガルズの神よ。アースガルズ、なぜかの地の神がここに。ロキはね、 アースガルスの者たちに不穏な動きがあることをわざわざ知らせに来てくれたのよ。オリンポスを狙う怪しい者たちの気配、このところ私自身も感じていたの。だからあなたと一緒に調査してみるつもりだったんだけど、そこへちょうどロキも現れたというわけなのよ。ですがだからといって簡単に彼を信じていいのですか。彼とて不穏な企みに加担している可能性もある。そう疑われるのも無理はない。ならばこれを受け取ってくれないか。何かしら。私の神器ミストルテインから分かたれた枝だ。形も その力も元となった私の神器と全く同じだよ。私を信用できなくなったらそれを折るといい。そうすれば元のミストルテインを枯れ果て、結果私の力を削ぐことができる。信用の証として 力の源となる神器を預けるってことね。じゃあ
ペルセウス、これはあなたが持つのよ。私が？ですが、ガイア様。あなた、まだロキを信じられないんでしょ？だからあなたが持っていて。もし怪しいと思ったら、いつでもポキッとやっちゃいなさい。それに、なんとなくだけど、あなたたち、とても気が合いそうな気がするの。お揃いの神器で戦って、親睦を深めるといいわ。ガイア様。アースガルズの神器を手にするのは怖いのか。オリュンポスの英雄も存外育児がないね。その力の底も知れるというものだよ。なんだって？やめなさい、二人とも。相手のことをよく知らないうちからいがみ合っていてはダメよ。それじゃ早速調査に向かいましょう。怪しい気配の正体を早く明らかにしないとね。This is like a past. Right. ロキ、ペルセウス、二人ともよろしくね。早速怪しい気配を感じるわ。この先を調べてちょうだい。この辺りか。そこにいるのは分かっている。隠れていないで出てくるんだ。なぜ分かった？こうなりゃ逃げるしかない。まさか彼らはアースガルズだ。取り逃がすわけにはいかないな。ここでやられちまうなんて。使命を全うできぬとは。口よし限りよ。お伝えせねばならぬのに。あなたたちやるじゃない。出会ったばかりなのに息がぴったりね。オリンポスを探る日程か。彼らは一体何者なのでしょう。それに何を調べていたのかも気になるわね。ロキ、何か心当たりはないの？さあ、今の時点では何とも言えないな。北の方からまた何か感じるわ。すごく獰猛な気配よ。私の神器を初見でそこまで使いこなせると。ペルセウス、君は強いんだな。君こそ大したものだ。アースガルズにもこれほどの使い手がいたとはね。怪物だと。なぜこんなところに。この怪物もオーディネの差し金なのか。状況は予想していたよりも深刻なようだな。ひるみもしないなんて。私にはやるべきことがある。今こそ攻め立ててやろう。
それに怪物。参ります。オリンピスに何が起きようとしているんだ。かつてない恐ろしいことだ。私の予想が当たっているならば。だが、ひとまず状況を整理しましょう。近くに神殿があるからそこへ向かうわよ。それじゃあ集まった情報を整理してみましょう。まずはちょっと待って。西の方にすごく嫌な気配を感じるわ。まさかまた怪物が。私が向かいましょう。誰が？ペルセウスが罠に。ロキ、お願い、急いで彼を助けてあげて。いいだろう。ここで味方が減るのは私も本意ではないからだ。ライディアを引き離すことも。Guess I did it wrong way. やはり門が閉ざされているか。さて、ここを開ける手立ては。ロキ、南に怪しい気配を二つ感じるわ。ひとまずそちらへ向かってみましょう。ハイロクのもなかなか。参りましょう。まあ、しょうがない。お前と戦えば楽しんだ。感謝しろ。はーい、行くわよ。毒じゃないか。ちょうどいい。手伝ってくれ。オリュンポスの章を捕虜にしようとしているんだ。悪いな。彼を君たちに渡すわけにはいかないんだ。行くわよ。まさかあのお方を裏切るとは。このままで済むと思うな。行くわよ。何があろうと諦めるわけにはいかない。ロキめ、寝返りおったか。仲間となって油断したが、戦績こそは。力を分けてやろう。二人を追わなければ私の裏切りが露呈する。そうなればオーディンを倒すこと。だがペルセウスを放っておくわけにはいかない。耐え口を打ち取った。えいた。ロキ、来てくれたのか。すまない、迷惑をかけてしまったな。いや、気にしなくて。むしろ詫び目がならないのは私の方が。君を罠にかけてアースガルズの章、オーディンの手の見えたということが分かった。アースガルズの。ロキ、オーディンがオリュンパスを狙っているというあなたの話はどうやら本当みたいね。これで信じられるな。あなたの決意が本物だということも。そうだ。行くわよ。私には望みがある。それを果たすために、どんなことでもするつもりだ。アースガルズを裏切ってまで叶えたい望みか。行くわよ。君は強い覚悟を見よう。ここへ来たんだな。そしてそんな中でも私を見捨てず助けてくれた。
私はあの二人を追わなければこの裏切りを伝えられるわけにはいかず、ラシ助かりました。待ってくれロキ、共に行こう。私たちは仲間なのだから。ロキ、まさか貴様に邪魔されようとはな。オーディン様が知ったら何と言われるか。行くよ。覚悟しろロキ、裏切り者は怪物の餌食にしてくれる。ペルセウス、私が大人になって怪物を引きつけ、その隙に君はあの二人を倒してくれ。しかしそれでは君が危険すぎる。私は君を信じると決めた。だから君も信じてくれないか。仲間なんだ。邪魔なのよ。勝った気でいるがいい。いずれ世界は飲み込まれる。いや、彼らが残した不吉な言葉のように気になるな。怪しい気配はもう感じないわ。ひとまず調査はここまでとしましょう。アースガルスの動き感化できないわね。ロキ、あなたにはこれからも協力してもらうわよ。君が胸に秘めている望み、いつか聞かせてくれると嬉しいよ。ロキ、君はこれからどうするつもりなんだ。ひとまずアースガルズに戻る。何食わぬ顔でね。そして念入りに準備を整えるよ。全ては大切なものを奪った男を滅ぼすためだ。この先どんな犠牲を払おうとも必ず成し遂げてみせる。たった一人でか。え、私たちは仲間なんだろ。だったら君の望みを叶える手助けを私にもさせてくれないか。ペルセウス、このミストルテインにかけて誓うよ。ロキ、君のためなら私は喜んで力を尽くす。たとえどんなことにでもね。So that's how。 うまくいったようで、ようございました。The main story now. The power to cross time. Ooh, this is an unusual recommended. ハデスの猛攻により追い詰められた英雄たちだが、そんな時妖精が真の力を発揮する。彼とゼウスがハデスを食い止め、連合軍は危機を脱した。拠点に戻った英雄たちはハデスに対抗するにはイグドラシルを弱らせるほかないとの結論に至る。だがそんな手を知っているのは死せるオーディンのみであった。時間を遡れば
オーディンを救えるかもしれない。ガイアの援護のもと、時を渡る神谷の術を成功させようと、連合軍は彼女らを核に据えた作戦を立てるのだった。ガイア様の力をお借りすれば時を渡ることができるかもしれません。ですが必ず成功するとは言い切れないのです。成功の可能性を少しでも高めるためには結界を用い時空の歪みを軽減させた空間を作り出す必要がございます。なるほど。だが今や異界の歪みは相当なものだ。これに抗うとなるとかなり強力な結界が必要となろうな。ならば我ら旋回の者が総力を挙げてその任に当たるのが適当だろう。かぐやだけに重責を担わせるわけにもいくまい。だがこの試みがハデスに感知されれば必ずや全面的な妨害を仕掛けてくるはずだ。そうなると結界を維持するのは難しくなる。つまり事実上挑めるのは今回一度きりというわけか。はい、そういうことになってしまいます。かぐやよ、案ずるな。全知全能たる私がいる限り失敗はありえない。貴公らは安心して己の力を用いるがいい。 OK。 Complete the barrier within 9 minutes. Defeat all enemy officers, 500 enemy using magic. Ooh.時を渡るため準備を始めます。皆様、どうかお力添えを。今のままじゃ時空の歪みが強すぎるわ。要衝を抑えて歪みを抑える結界を作らないと。ならば全知全能の私に任せてもらおう。妖精ばかりに出しゃばられては尺なのでな。騒がしいと思えば敵襲か。急ぎハデス様にも報告しろ。おや、もう感づかれてしまった。さっさと敵を蹴散らして場所を確保するぞ。結界を完成させてしまえばそれまでだ。あら、楽しそうなことやってるじゃない。私たちも手伝ってあげる。ダッキーよ、お前に協力を求めた覚えなどない。言っておく、これは遊びではないのだぞ。まあ協力するというのは断れるというのは。北はダッキラに任せ、私たちは南に進むとしよう。そんな方で満足してもらっては困るな。気候に対する私の期待ははるかに高い。イリュシュン、僕に任せて。僕と一緒に戦ってよ。感謝しろ。Oh, God.
て助かったろ。もっと感謝してくれていいんだぜ。落とし事を。さあ、かき乱してやろう。Guess you wanna do some banana jokes again. Toki o ataru ka. Mata ano chikara o ajiwau hi ga kuru to wa na.まだ味わえるとは決まっていない。音の数日は我らの働きにかかっているのだ。つまじゃあ、remember something。それじゃ、せいぜい頑張っておくとしますか。見事な武芸だ。親しき者が活躍すると、俺の心も踊る。予定していた要所は全て守り行こう。さて、結界の方はどうなっている？支えてみせます。予想より時空の歪みが強いみたいね。もっとしっかりした結界が必要だわ。結界の効力を高めるためにはもう一つ要所を抑えていただく必要があります。要所をあと一つか。どこを抑えたらいいかしら。それじゃ一番北の要所を奪いましょう。敵の本体も追い払えるし一石二鳥だわ。では私が指揮を。最北の地を制して結界を完成させる。 Yeah。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。やっほー。さすが無敵のお師匠様。お越しとくでいい。勝つということは味方に勝つこと。だが俺はお前を超えられそうにないな。神の助けを。これで十分な結界が張れるはずだ。かぐや、頼んだよ。かしこまりました。ではこれより結界を。お前たちが動いたと聞いて来てみれば、面白そうな遊びを始めたみたいじゃないか。結界がどうのと聞こえたが、そんなものを作って何をするつもりなんだ。ほう、もう現れたのか、冥府の王よ。ゆっくり構えていてくれてもよかったのだが。みんな、何としてもハデスを抑えてちょうだい。結界が完成するまでの辛抱よ。さあ来いよ、冥府の王が。あんたの魂をもてあそんでやる。力を上げて。我が豪遊、とくと味わえ。ってくれるの？その強さ、わし以上かもしれない。ずいぶん必死にあがくんだな。何が狙いなのか、俺にも教えてくれよ。
実は俺たちって教えられるわけないだろ。He's not dying. That seems to work.That would work. Sansa's unique magic. Time to break the curse. Hmm. The time for the curse has disappeared. This is a strong result. That's amazing, Kaguya. Come with me. Let's do it again. Yes. The time to cross the time. Let's use it now.の力で時空の歪みが消えていくわ。今ならばきっと。さあ、かぐや。目指す場所へは私が導いてあげる。あなたの力を使ってちょうだい。ダイヤ様の温かき力に包まれるのを感じます。あなた様の導きあれば必ずや。課せられたお役目、今こそ果たしましょう。うまくいって何よりだ。今のが時を当たる感覚ってやつか。この何とも言えない感じ、懐かしいな。ここはユグドラシルの内部か。ひとまず想定通りの場所には渡れたようだが。I wish. 問題はオーディンがハデスに撃たれる前に戻れたかどうかだよな。はい、時を渡る儀滞りなく済みましたが、どの時点に戻れたのかということまでは私にも確信が持てないのです。少なくとも近くにハデスの気配は感じないわ。どこかに冥府の軍勢が隠れているということもないみたい。あとはオーディンさえ生きていてくれればいいのだが。奴はこの先の泉でハデスに撃たれたはず。そこへ行けば俺たちがいつの時点に戻ってきたかはっきりするんじゃないか。そうね。それじゃミーミルの泉へ急ぎましょう。おお、Odin's rescue. At the time when Daji arrived, Strange Wolf encountered Odin, who set her on a path led by Orochi. Odin's 話によれば、オロチ様を復活させるためにこの世界に散らばった腕輪が必要らしいのよね。あんな鼻持ちならない奴の言うこと聞くのは尺だけど、オロチ様のためだもの、一肌脱いじゃおっかな。Another side story. 聞いたぞダッキー、その役目我が輩に任せや。あら、清盛さんもやる気なの？私だけでやろうと思ってたんだけど。少子、オロチ様の復活望むは刑のみにあらず、必ずや我が手で腕輪を集めてみせやぞ。Daji search. Oh, it's in chapter 2. Weird. Very well.
旋回に住まう美女ダッキ。英雄たちが織田軍と抗争を繰り広げている頃、彼女もまた平清盛らと共に異界へと迷い込んでいた。これを好機とダッキは異界の地でオロチの復活を目論むそこにある耳寄りな情報がもたらされる。情報の主はアースガルズの神オーディンであった。オーディンの指示を受けたダッキは神の力が宿る腕輪の捜索を開始する。 yeah, じゃあ早速腕輪の情報を集めましょう。まずは清盛さん、あなたの知ってる情報は？我が輩は何も知らぬ。はあ？何にも知らないの？なのに偉そうなこと言ってついてきたわけ？信じらんない。そこまで言うのであれば、Kは腕輪のありかの一つや二つ知っておるのだろうな。知らないから聞いてるんじゃない。はあ、地道にいろんな人に聞くしかないか。清盛さん、ぼさっとしないで手伝ってよね。Let's see. Most attacks, 7 minutes. Ooh. Hmm. 腕輪の情報全然集まらないわね。そう、ジレンラスダッキーよ、ひとまずこの地で情報を集めようと。こうなるのだ。あら、あそこにいるのは。こんなところで会えるなんてね。よし、遊んでもらいましょう。どうせ貴様は。紹介さん、久しぶり。ねえ、私と遊んでくれない？見るからに怪しいなやつだが、ちょうどこの世界について知っていることを教える。何なんだお前は。これ以上付き合っていられるか。出るか、消えろ。あらら、紹介さん行っちゃった。ま、またどこかで会えるでしょ。勘弁さん、久しぶり。相変わらずの顔色ね。早速で悪いけど、私と遊んでちょうだい。不平の認識には誤りがあるよ。私はチキではないし、遊ぶ気もない。最高。私、あなたを手放せないの。油断したな。まあよい。この地の状況はわずかなりとつかめた。つまんない。腕輪を越え、そこはコント。コタロ、面白い世界。あら、フーマさんじゃない。あの人一体何しにここへ。おいで、まだ遊んでやる。こうなるのだ。け、分身くらい俺だってできるっての。やらよっと。ラムが生み出した世界か。敵なる透明ようなだが、オロチ様の復活にはあつらえ向きかもしれん。どうせ貴様は、オロチ様にしても、ほんと変な世界だよな。まあ、これは俺で次にやらせてもらうぜ。ちょっとフーマさん、こんなとこまで来てどうするつもり。さあ、こうなるのだ。どうするのか。決して
に俺がトントンに飲み込んでやる。気持ちいい暴れっぷりじゃないの。あんたがいれば無敵だぜ。決戦、あやつめ何を企んでいる。ああもう結局出馬の情報なんてないじゃない。やってらんないって。あれなんだこの屈強な生き物は。あれは源氏の小僧ダッキー狼楽星。暴落って、まあここは恩を売っておきましょう。義経さん義理がたいし、後で役に立ってくれるかも。最高、私あなたを手放せないな。義経さん大丈夫？今助けてあげるわ。それはありがたいが、目のやり場に困る。すまんが離れて戦ってくれ。やだ義経さん怪我してるじゃない。一旦引いた方がいいわ。お話はその後でね。すまない、この恩義には必ずや報いる。思わぬ広いものよ。これでオロチ様復活の道も早まろうというもの。古文は増えたけど情報は増えないままね。ドクター・ダッジ。あれは正宗さんご一行じゃない。お遊び相手があんなにたくさん。楽しくなってきたわ。攻めんぜ。いい切りっぷりだ。おお、that's the objective we need。あらあら、剣豪さんたちが暴れてるわね。私も混ぜてもらおっと。これは無双だ。誰にも負けねえ。There we go。引くしかねえのか。暴れるぞ。残念だ。今日はここまでかな。あらら、剣豪さんたちいなくなっちゃったの？まあいつか。いても怖いだけだし。今度は、what？気持ちいい暴れっぷりじゃないよ。貴様は。あんたがいれば無敵だぜ。貴様。へえ。正宗さんたちなかなかやるじゃない。いいわ、こっちもほうき出してあげちゃう。ボコボコ、ボコボコにして止めさせていただきます。大切な方を死ねません。任務だ、防衛体制に入り。最高、私あなたを手放せないね。さあ滝に出してやろう。わしは竜、剣下無双の登り竜よ。正宗さんなら何か知ってるかと思ったけど、そんなこともなさそうね。がっかりだわ。引くぞ、こんなところでは死ねぬわ。ああ結局情報は手に入らなかったわね。でもまあ手駒も増えたし。私はこれでしまいだ。次の地に向かおうぞ。ダッキーよ、こたびの成果は源氏の小僧らのみであったな。Yep。
まあね。でもいいわ、楽しかったから。翔海さん、勘兵衛さん、正宗さん、お久しぶりな人たちにたくさん遊んでもらえたし、今回はこれでよしとしましょう。清盛さんも素敵な活躍だったわよ。That'd be awesome. とっても頼もしかった。Can't wait to see that. この調子で腕は集めを頑張っていきましょう。なんて思ってるわけないじゃない。あんたはただの駒よ駒。こんなやつ、オロジ様が復活したら。よかろう。オロジ様復活は我らの悲願。ケイと協力すれば望みも早く叶うというもの。目につねめ、我が輩をこき使い、いいとこ取りをするつもりか。オロチ様が復活した後は必ずや。いや、あ、あ、我ら二人、オロチ様が復活した後も阿吽の呼吸で歩もうぞ。そうしましょう。What in the guts was that? Alright. Right on to the main story. Ooh, this is a pretty... Oh, Perseus weapon. Okay, I'll get that too. ロキ、私たちの友情は永遠。そうだな。当たり前のことを口にするな。途端に陳腐になるぞ。この挑戦、闇に舞う覚悟はできています。橘の戦に負けはない。千人を中心とした部隊は一致団結し、結界を張ることに成功する。その結界内でカグヤとガイアは術を決行。気がつくと連合軍はイグドラシルの内部へと転移していた。果たしてハデスがオーディンを打ち滅ぼした前の時間に戻れているのか。それを確認すべく連合軍はミーミルの泉へと進軍した。ミーミルの泉はこの先だ。以前ハデスがオーディンを滅ぼした時には冥府の者たちであふれかえっていたが、一見した限り今泉を守っておるのはオーディンの手の者のみとなれば、おそらくオーディンはまだ生きていると。Oh, his map again. Good job. こうしている間にもハデスが近づいてきているやもしれぬ。急ぎミーミルの泉へ向かうとしよう。 Now we gotta rescue Odin, huh? Looks pretty tricky. But I'll do what I can to get his unique weapon. Alright.
This is getting interesting now. この機会を逃せば、もうオーディンは救えないわ。一刻も早くミーミルの泉へたどり着かなくちゃ。ならば、西の神殿はガイアに任せるとしよう。わしは人の子らと共に東の神殿へ向かう。それじゃ、ガイア殿には紹介殿と勝家殿、ゼウス殿には義経殿と俺がお供するとしよう。いずれ退路が必要になるはずだ。一緒に参りましょう。私はここで拠点を死守しよう。支えてみせる。危険な役目なら、お主ならば任せられよう。皮肉なものだな。復讐を誓った相手を救わねばならぬな。ドキ、君の気持ち察してあまりある。一緒に参りませんか。だが任せよ。世界を救うためだ。今は捕らえてくれ。Oh no, not that. これはおあつらえ向きの裏道だ。神殿の後輩から奇襲するってのはどうだい。秘伝の前にござる。一度戦った戦場に再び追い立てるとはな。カグヤの力は実に見事だ。以前もこうして時を渡り多くの命を救った。Interesting. They remember everything. 過去を変え、皆の未来を救うのみよ。では認めているわ。さあ、宴の時間。神の助けを。おかしの。さあ、おかしの。できてわしは嬉しいぞ。よし、準備は整ったよ。早速我が力を送るとしよう。父上が東の神殿を抑えたようだ。私たちも急ぎ続かなくては。これでよしっと。さあ、力を注ごうよ。力は十分に注いだはず。泉への門よ、開いて。やったわね。さあ、ミーミルの泉へ急ぎましょう。ここまで踏み込んでくるとは。だが、私の邪魔はさせない。よう、オーディン、立派にユグドラシルを育ててくれたじゃないか。アデス、貴様。いけない。泉にハデスが現れたわ。みんな急いでちょうだい。さあ、滝に出してやろう。任せろ。Don't worry, we will rescue him. Thank you. That's wonderful. This is why you are interesting. I'm sorry, but I'll admit it. You were really a great girl. Good job. Thank you.There we go. さあ、オーディン、お前の力全部俺がもらってやるよ。まさか利用していたというのか。ユグドラシルの力を得ようとして私を。甘いっしょ。
魂をいただくとしよう。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに懸命でいられるのだろう。ハデス、まだ間に合うわ。これ以上バカな真似はやめなさい。やれやれ、まさか全部バレていたとはな。けど俺はこれで面白くなりそうだ。さあ冥府の戦士たちよ、存分に暴れてやれ。オーディンを血祭りにあげるのだ。一体何の邪魔だ。なぜお前たちが私を救う。今悠長に説明している暇はないの。つべこべ言わずについてらっしゃい。あなただって分かってるはずよ。ここを生き延びるには私たちと行くほかないって。やむを得ぬ。おお、東側はもう冥府の者たちに抑えられているわ。敵の少ない西から脱出するわよ。The King of Asgard join us. Finally. 素晴らしい活躍だわ、ペルセウス。これからも頼りにさせてもらうわね。Now your language. Don't worry. Take
素晴らしい活躍だわ、ペルセウス。これからも頼りにさせてもらうわね。 Right through。このまま進むのは難しそうね。迂回して敵の少ない南側を進みましょう。熱を打ち果たした。の妙見せてやろう。やみんなついてきてくれ。いや、I'm aware of those flames。 神々の王たるわしよりも目立つけど、まさに無双の活躍だな。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。ここで私を救ってどうするつもり。一体何を企んでいる。あ、もうあなた死にたくないんでしょ。今は全力で生き残ることだけ考えてなさい。言われずとむざむざ殺されるつもりはない。わしをうならせるほどの活躍をするとは誇るがよい。敵将撃ち当たるぞ。結構です。ロキ、お前もオーディンを救いたいのか。奴から受けた痛みと屈辱忘れたわけではあるまい。忘れはしないさ。だが今の私にはそれ以上に大事なものがある。うん、ロキが狙われている。すぐに戻らねば。この戦場俺が混沌に飲み込んでやる。 Someone chasing Odin。 腕は認めている。超マイル遠慮はいらんぞ。敵将軍打ち取りました。見せるとは随分な策士ですね。ヘイディス、私を奮起させたかったのでしょう。おっと、逃がしはしないぞ。さあ、おとなしくオーディンを引き渡してもらおうか。いくら兄の頼みといえどそれは聞けぬな。ここは力ずくで押し通らせてもらおう。いいぜ、お前たちの気が済むまであがくがいいさ。どっちみち最後に勝つのはこの俺だがな。
うん。父は出したか。では説明してもらおう。お前たちの行動の意味。分かったわ。私たちもあなたに聞きたいことがあるわ。さあ聞かせてもらおう。お前たちが私を救うなどという血迷った真似をした理由をな。ほう、随分と元気が有り余っているようだな。まあ聞け、我らにも事情があるのだ。実はな。 Feeding horse for him. つまり私はこれまでずっとハデスに利用され続けていた。そしてお前たちに救われなければハデスの手で滅ぼされる運命だったと、そう言いたいのか。信じられぬだろうが、その通りよ。ハデスはずっと待っていたのだ。お前から力を奪い、わしに牙を剥くその時をな。仮にそれが真実だとするならば、実に不愉快な話。お前たちの言い分、到底鵜呑みにはできぬ。だがハデスが私の魂を奪おうとした、その事実だけは確かだ。この命むざむざ奴にくれてやるわけにはいかぬ。お前たちと争っている場合ではないようだ。まずはハデスを撃つ。お前たちも同じ目的ならばそれもいいだろう。存分に利用してくれ。うん、それでよい、うん、目的を同じくする間ひととき休戦するとしよう。Well, that's about a crystals on this stage. 喜ばしい限りです。 Ooh, got it. さて、早速だけどハデスを止める方法についてみんなでもう一度整理してみましょう。ハデスはユグドラシルの中心部を手中に収めて力を吸収し、かつてない強さを手にしている。おそらく今も己の力を増幅させ続けているはずだ。先の戦いで皆も感じたと思うが、今のハデスは戦って勝ち目のある相手ではない。奴を止めるにはその力の源を抑えねばならぬ。力の源、ユグドラシルのことか。なるほど。お前たちが私を救ったのはユグドラシルの情報を得るためだったのだな。ええ、そうよ。オーディン、これはあなたの命を守るためでもあるわ。ユグドラシルの力を抑える方法を教えて。ユグドラシルの力を制御することはできぬ。その力を消し去りたいならば核を取り出し滅ぼすより他ない。ユグドラシルの核、それは一体。ミーミルの泉で目にした。泉の中で輝いていたもの、あれこそユグドラシルの核、我が魂よ。オーディンの魂、あれが。ロキ、お前も知っていよう。かつて私はラグナロクで命を落としかけ、一度冥府へと赴いた。ユグドラシルは
その際ハデスが私の魂に植え付けたもの、以来それを核として成長してきたのだ。我が魂を滅ぼすか解放するか、どちらかしか道はない。あれを止めるにはな。さあどうする。無論私の魂を滅ぼす選択をするのなら、お前たちから消すことになるが。 Yes, I can see that. 今は皆で力を合わせハデス殿と対すべき時、不要な戦いは避けねばなりません。その通りだ。まずは魂を解放する道を探るべきだろう。何より今オーディン殿を撃つなど義に反する。決まりね。それじゃオーディンの魂を解放する方法をみんなで考えることにしましょう。ガイア様、それならば私に心当たりが。実態を得る前、冥府でハデスの動向を探っていた時、興味深い神器を目にしたのです。それを用いれば、あるいは冥府の神器。ペルセウス、もう少し詳しく教えてちょうだい。おお、The path to the underworld。神以外のものと共に戦場に立つことも増えたが、それなりの力を持っていることは理解した。お前たちの住まう戦界とはどのようなところか、少し興味があるな。奇遇だな。私もオリュンポスには興味があるのだ。機会があれば、君たちの住まう天空の都で神を相手に修練を積んでみたいものだ。うん。我らオリュンポスの神と戦界の者たちとで修練を積むか。なかなか面白そうではないか。父上、聞いていらしたのですか。要請よ、そなたの願いを叶えてやろう。ただしこの異界でな。おお、サイドストーリー、isn't it? This and this. Oops.This will do. Unusual recommended team, and it's Gracia too. Alright, give me a sec. I gotta set them up their weapons as well. John Hurd. That's good enough. Brilliance. Rat.Reach. That'll do. And Yuan Shao.
replace this one. And, reach. So that removes the, aggression. Alright. Super Side Story. Looks fun. アレスと妖仙の会話に端を発した神と仙人との力比べ。神々の軍を率いるゼウスは未だ実力を推し量れぬ仙人との勝負に期待を膨らませていた。深海対戦海の一大決戦が今幕を開ける。うん、敵の陣容もなかなかのものであるな。やはりこの勝負面白くなりそうだ。戦海の者たち相手の模擬戦、父上、この戦いは本当に必要なのでしょうか。味方同士で争うなど。甘いな、アテナよ。己の糧にならぬ戦いなど存在せぬ。戦界の者たちの戦い方を学ぶ良い機会であろう。父上、しっかりとしたお考えがあってこのような模擬戦を開催されたのですね。それにうまくすれば戦界の美女たちの気を引けるやもしれぬからな。 Oh, Zeus, really? 父上。おいゼウス、何を無駄口を叩いている。出撃の準備は整っているぞ。さっさと号令を下せ。せっかちなことだ。本当に戦のことしか考えておらぬようだな。まあよい。神々の王ゼウスに従う聖兵たちよ、戦界の者たちに神の意向を見せつけるのだ。It's gonna be fun. 戦界の者たちの実力がどれほどか、神々の王たるわしが確かめてやろう。断っておくよ。手加減してやる気は毛頭ない。神の誇りを潰されたくなければ全力で来るのだな。やってきたようですね。では、大筒をお見舞いしましょう。おう。これでは進軍でき、仙人どもは刃を交える勇気もないか。これまで多くの困難を乗り越えてきた。それに比べれば、なんてことはない。ほう、やるな。これからもその調子で励むがいい。我が豪遊、とくと味わえ。ゼウスの息子が来たぞ。ナタリ、気の済むまで相手をしてやる。さて、僕と戦ってもらうよ。この程度俺を止められると思ったか。そうだ、それでいい。敵の骸をもっと積み上げてやれ。悔しいが、神々の力認めざるを得ない。共に行くのじゃ。行こう。助けが必要か。見事な戦運びと言わざるを得。我らも戦界の名を汚さぬよう奮起せねばなるまい。
私が援護し、私を止めるつもりか、ならば押し返すまで。みんな疲れたでしょ、今癒してあげるからね。たまにはこんな手を使ってみるかな。見事だ、これからも頼みにさせてくれ。恐れを知らぬなら挑むがよい。私に挑もうという手加減をせ。さあ先に出してやろう。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。仙人たちに負けては神の威厳が保てぬぞ。みんな奮起せよ。仙人が遅れを取るなど断じてあってはならない。我らの英知を結集し神々に打ち勝つのだ。力お主の力、この奮起が図ってやるわい。あら、楽しそうなことやってるじゃない。Oh, come on. 私も混ぜてちょうだい。いいところで邪魔が入る。軽く追い払うとし。ダッキン、我らが先に倒してくれる。これこそ王者の敵将。見事だ。貴様には王者の風格が漂っている。この水地様がゼウスを倒せ。それは絶対人だ。取った。我が手を下すのもっともっと癒してあげる。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。お前ごとき絶対死ぬ。どこまでも愚か。お前こそ俺様の強さを知らねえくせに。おお、お前がわしに力を貸すとは、わしの意向にひれ伏したくなったのだな。ザルムか。私は私の倒したい敵を倒す。ただそれだけ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。異界の神など我が輩が消し潰してくれようだ。共に参りましょう。やばい。そのというお前が神であれば脅威になっていたやもしれ。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。かわいい少女になりさらすね。神様、どうかどうか俺と遊んでください。ってことで受け受け。Yeah, you go with your bananas now. 無駄な手間をかけさせんな。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。第三、第三度。あったわ、すげえね。女性、俺様この程度、分かってたよ。三蔵法師の術で敵は疲れ知らずか。放ってはおけぬな。正直荒事は苦手なのですが、前回の名を貶めないよう努力しましょう。残念ながらここまでです。
私が引いては砲術も使えませんね。私も邪魔をするの？ちょっとやりにくいかな。神様の病って強いんだね。正解のみんな、あとは自分の力で頑張って。さあ先に出してやろう。やるな。これからもその調子で励むがいい。打ち取ったり。ダメじゃん。その力量を認めよ。全知全能たる私が相手をするに足る存在だとな。さあこのボスは対抗か。神々の力を示すため皆進め。対抗棒、正直に言ったらどうだ。私の助けが必要だと。よせ。貴公の助けが欲しいと思ったことなどただの一度もないが、出たければ好きにするがいい。打ち取ったり。ダメじゃん。オリンポス、そしてアースガルズの神々、貴公らであれば勝ちを譲っても恥にはなるまい。Want another officer there, I forgot. Suchkatte kita buyu, misete yaru.ここまでやるとはな。一体どれほどの力を秘めているんだお前は。今こそ攻め立ててやろう。超春雷が完全に打ち取りました。もうなかなかまたお前と戦える日が楽しみだ。神々の運、これほどとは。この敗北を修練の励みとしよう。戦界の住人たちは良き戦いであった。大いに楽しむことができたぞ。我ら仙人にとってもまたとない研鑽の場となった。いずれ再戦を、そして次こそ我らが勝利を飾ろう。悪くない勝負だった。次こそは我らの圧倒的勝利で終わりたいものだがな。
早速再戦の申し入れか。何度でも受けて立ってやろう。父上、今後もこのような模擬戦を行うのでしたら、もっと良い方法があります。ほう、ペルセウス、申してみよう。この異界には神や仙人だけでなく、人間、そして妖魔たちも集っています。彼らも交えて技を競えば、得るものは大きいかと。おお、さすがは我が息子よ。確かにお前の言う通りだ。早速人間と妖魔たちを呼び出して。ゼウスよ、今はこの異界の騒動を解決するのが先決だ。世界が滅びてはいくら修練を積んでも意味がない。うん、そうであったな。ではこの件は後の楽しみにとっておくとするか。良き感じなのじゃ。名族にふさわしい結果である。ああ、努力が花開きましたね。Weapon immediately. カグヤとガイアの時を渡る術は成功していた。連合軍はハデスに魂を奪われる直前のオーディンを救出し、冥府軍の手から逃れ、最大の脅威はハデスだと認識したオーディンは連合軍への一時的な協力を承諾。彼はイグドラシルを無力化する方法を明かす。その方法とは、イグドラシルの核となっているオーディンの魂を解き放つというものであった。ペルセウスはそれを可能にする神器に心当たりがあった。かつて私が冥府で見かけたのはバイデントと呼ばれる神器です。バイデント？何でも強いしがらみにとらわれて動けなくなった魂を解き放つ力を持つのだとか。囚われた魂を解き放つか。それを使えばユグドラシルと一体化しているオーディンの魂も解放できるかもしれないわね。だが神器を得るには冥府に、いわばハデスの本拠地に飛び込むことになる。危険が大きすぎないか。いや、ハデスはユグドラシルの力を得んがため
そのそばを離れられぬはず。冥府を探索するならむしろ今が好機かもしれぬ。念のため本拠に陽動部隊を残しハデスの注意を引きつけておけばしばらくはこちらの動きをごまかせるはずだ。一時のこととはいえオーディン殿と我らは同志。彼の魂を滅ぼさず解放する道を選んだ以上そのために手を尽くすのは当然だ。加熱そうね。そのバイデントとやらを手に入れるために私たちも全力を尽くしましょう。そうと決まれば出立は早い方がいい。道案内は私が引き受ける。いざ冥府へ進軍しよう。進軍開始ね。目指すは北東へ抜ける道なんだけど北の方角に敵の気配を感じるので、できれば避けて通りたいところね。でしたらまずは迂回して東側を進軍しましょう。その後北上すれば目的地にたどり着けるはずです。時間をかけては援軍を呼ばれてしまうな。そうなる前に速やかに突破しよう。見つかりました。かけない。やはりか。ハデスが出てくる気配はない。私がユグドラシルを離れている隙に彼の地を制圧するつもりなのだろう。オーディン、あなたの魂はユグドラシルにある。ハデスに狙われる心配はないのか。肉体と魂とはつながっている。この身を弱らせぬ限り魂に手出しはできない。敵将を破った連中とは貴様らのことか。すんなり進めると思ったら大間違いだぞ。こうなっては敵を一掃するほかない。手分けして片付けよ。暴れ取れないで。敵将を破ったのだ。さすがに感づかれてはいたか。だがこれほどの大軍が待ち構えていようと、敵の勢いが予想以上に凄まじいな。だがここで屈するわけにはいかぬ。ここはもう敵の本拠地へとつながる地。近づくほどに敵の勢いも増していくはずだ。いまいましいハデスのこと嫌です。この地より始まったんだから、やつとみんな。こうも敵が多勢では拉致が明かず、敵の主力は北にあるようだ。ここはお前たちだけで十分だ。私は単独で行動させてもらう。撃ち取ったり。オーディン殿、戦線を離れて一体どこへ。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろう。この後か。まさか一人で現れるとは。愚かな奴よ。その歌詞後悔させてやろう。冥府の主力というだけのことは容易には突破できるか。敵陣に
短期で乗り込むとは。いくらオーディン殿とはいえ危険すぎる。力を私が火星に向かおう。皆は引き続き敵の掃討に当たってくれ。分かったわ。加熱もくれぐれも気をつけるのよ。さあ滝に出してやろう。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。暇などないというのに。敵将討ち取ったね。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられる。Perhaps I should go Russian kind of city now. ここまで追い込まれるとは。ここは私が止めてみせよう。そんなに賢明でいられるのだろう。無事か、オーディン殿。今よりこの加熱軍が加勢しよう。なぜ私を助け。私が弱ればお前たちにも好都合だろう。我らはオーディン殿の魂を救うと決めた。となればあなたはもう我らの同志の一人だ。故に己の命を賭してまで救うと。まるで理解でき。理解してもらえずとも結構。ひとまず今はこの窮地を脱することを考えねば。ここまでか。この先へ進んでただで済むと思うなよ。敵軍にかけられていた術が解けたみたい。攻撃を仕掛けるなら今よ。ひとまず敵軍を一掃できたようだな。さあオーディン殿、共に進もう。私への恨みも憎しみも感じ、人間は思っていた以上に愚かなのか。それと悪いが今は悠長に語らっている余裕はない。ハデスに気づかれないうちに先を急ごう。今こそ攻め立ててやろう。よし、ここまで来れば冥府まであと一息だ。この先は敵の力もさらに強くなっていくはず。みんな気を引き締めてついてきてくれ。Yeah. ペルセウス殿によれば例の神器のありかはさらに先だそうだ。オーディン殿、この勢いで進むとしよう。加熱むと言ったか。なぜ私を助けた。
あのような死地に身を投じて命が惜しいとは思わぬのか。無論私とて命は惜しい。だが自らの命惜しさに窮地の味方を見捨てるなどあってはならぬ不義。不義だと。私はどのような困難にあっても義を曲げぬ。世には命に代えてもなさねばならぬものもあるということだ。やはり私にはまるで理解できぬ。人間とは物好きな生き物よ。いい調子だ。皆のおかげだな。やりましたね。嬉しいです。異界の陣地に残してきた部隊から報告が届きました。敵への陽動は今のところ成功しているそうです。だがやはりハデスの力が時を追うごとに増してきているとの報告もあった。今は持ちこたえられているが、いずれ限界が来よう。そうね。陣地に残った子たちを守るためにも急いで神器を見つけて戻らなきゃ。ペルセウス、例の神器の在りかはまだ先なのか。いや、もう間もなくだ。ただ神器に近づくのは簡単ではないかもしれない、うん、どういうことだ。なんと説明したらいいのか。おそらく自分の目で見てもらうのが一番だろう。さあこっちだ。ついてきてくれ。The spirit that frees souls。 まさか人間どもに窮地を救われるとは。奴らに借りを作るのは本意ではない。今はやむを得ぬか。ハデスめ、あの時私を命に己の目的の糧とするためだったか。奴の企みを見抜けず、みすみすその手のひらで踊っていたとは、我ながらなんと愚かなことよ。どうすれば見抜けていたのだろうか。あの時私の前に現れ、手を差し伸べるふりをした冥府の王の野心。Control of destiny。I think that's a side story. Yep. All right. Wow. It's getting pretty interesting now, Mike.Hades is the one behind all of this. Wow. Well, anyway guys, it's getting late. I gotta go to sleep soon. Alright. Okay. Thank you guys for watching.And I'll see you next time. Good night, everyone.